ですえー、農家との編集となります、えー。こんにちはこんばんはですね、えー、お昼の12時、えー、もうすぐ1時になるかと思いますけど、えー、4週に1回の妻の受診日で、えー、駐車場での、えー、収録が妻の受診が早かったために海底、えー、からの受診となります。 がありますけど、今日は、えー、ない状態での先に、えー、この、うん、関連は、えー、この、注射で取りましたので、はい、えーえー、この、農家との編集でお聞してます、ね、ゆんたく。 えー、この近藤幸節さん、えー、昨日のライブですね、えー、拝聴した,し,ましたかったんですけど、もう寝てしまいましたですね。新イ研究チャンネルさん、えー、ウクライナ選挙、えー、この2024年4月の30日ですね、月末、えー、このなんと、ーこのーロ軍の、ロシア軍の1日の戦,戦,車,あ戦車、戦車1320名と、えー、歴,歴代サ位を記録。 歩兵強教習攻撃で大損害ということです。はい、えー、ほぼ、なんか、えー、情熱かさつありのニュースのトラガーとの、いろいろ、えー、この入り組んでますけど、情報がですね、いろいろメディアの情報、そしてこの、えー、他に、えー、なかなか最近は配置をすることはできませんけど、えーまあ、チェックだけはしてますけど、トッサン TV さんとネット大衆ブルーカラーさんですね。最近はネット大衆ブルーカラーさんは、中国のについてのこの、えー、この、 動画が、関連が多いです。この、えー、なかなか、この、えー、まあ、ジョネスカサチャンネルにそのトラガーでも、えーねお、まあ、同じ内容というか、その、いろいろソースですね、えー、まあ、いろいろな違ったメディアから、この、目線から、あ あ追ってますけど、えー、近藤さんあ、新防衛研究チャンネルさん本当に、えー、毎日このこまめに、えー、この選挙から選挙ですねまあ映像から本当に、えー、ジョエさんは言葉でこのいろいろなテンダーとかあーおしんとか情報を、えーまあ、大学のは弁論文ということでおしゃべりでしてますけど、えー、この、えー、近藤さんはこの映像またあこの 数字とですねいろいろこの情報で、えー、編集をうまくしています,、えー、参,考ています参考にしてます私も両方参考してますけど、えー、なかなかダブル箇所が多いかと思いますけどウクライナーが本当に、えーまだえー、この、ま、残,残念というかこの本当にアメリカの支援が半年ぐらいこの届こ間にレ、えー、シアはこの、えー、これとばかりに、えー、この えー、力づくですね。方へ中心に力づくで。またこの、えー、本当に前回の反転攻勢でもそうですけど、この F16 ですね。本当に、えー、ロシアの航空優勢に対抗するのに、えー、なかなか厳しいですね。いろいろこのウクライナも頑張ってこ、このこロシアの航空優勢を、えー、この削るためにいろいろと、えー、この 攻撃無人でいろいろまたあこの数機落としてますねそういう戦果はありますのでこの引き続き、えー、陸戦では苦戦,苦戦してますけど、えー、渡辺元陸将もこの、えー ウクライナも苦しいとき、ロシアもあ、まあ、苦しいということで、えー、この特に、えー、今回またこの総攻撃ですかね、えー、5月に入りましたけど、今日は5月1日ですね、えー、5月9日の,このロシアの,このプーチンがこの、えー、対ドイツか、ね、ナチスの,このさっきの第二次世界大戦の勝った勝利にしたにちなんで、えーこの えー、この成果を上げるようにプレッシャーノルマを課してますね、えー、ウクライナがこれは、えー、待ち構えて本当にお互いこの、えーえー、ウクライナもオチョネテの方で一部戦線がちょっとお脆さを見せましたけどどうしても弾薬不足ですねその原因が弾薬不足で本当に、えー、この共和党 議長ですね。議長が本当に反対するぐらい本当に、えーえー、ダダをこねて本当にこのウクライナ支援、えー、今回はまあアメリカのこう防衛産業をメインしたってことですけどまあウクライナ支援が。うん 通りましたので、徐々にこの、ね、ウクライナにこの現地ですね、弾薬が解い,いていますので、この反撃ですね、一部食い止めて、これ以上の反撃、いろいろこのウクライナもこのまた5月この大規模ということで、今反撃してますね。この うん列車も、走行が、ある程度本当に、えー、え、走行こ、そ車の不足ですね、本当に、えー、考えられないですね、えー、トラックを使ってみたり、また、えー、戦車に、この亀ですね、まあそういうはい、はい、ウクライナが砲弾がないということで、えー、ドローン、 の対策でそういうい、えー、戦車とか、本当に、えー、このカートですね、装甲車が不足しているので、えー、ゴルフ場の中国,中国からのです、ね、カートをこのドローンをけし,してみたい、そういうこの歩兵中心ですね、えー、ということで、このウクライナ軍はそのまあ、えー、ロシアが昨三十二29日ですね、29日、えー、1000名以上超えて、今回の全面戦争で、 3番目のその戦車を記録しています。ウクライナ軍、本当に、えー、削って削っています。本当に。えー えー、このロシアは本当に、えー、この近づくで、えー、まあ砲弾ですね北朝鮮とか、えー、ミサイルはイランとかそういうことで、えー、なかなかこのウクライナも、えー、西側そしてアメリカ砲弾していますけど現実的には砲弾の数が本当に、えー、このロシアがこうこのウクライナが一ということで、えー、この全面戦争の当初はもう10対1と 1, 1でスタートしましたけど、えー、途中このウクライナ軍がロシアを 上回る時期もありましたけど、えー、アメリカの支援が途絶えてこの今厳しい状況ですね、えー、砲弾の数がこのロシアがこうウクライナが1とで、うことで、えーまあ、ウクライナは方針をだいぶロシアの方針を削っていますかそれでも、えー、前線ではこの砲弾の,の弾が足りないということで、えー、この まあ、ウクライナ軍は防戦、えー、一方ですね、えー、防戦一方、また、えー、削ってますけど、この遅延、戦術、えー、この進攻、下がって奥に、奥が深いですので、下がって下がって、えー、この、えー、ジョネさんも言ってましたけど、この、えー、ロシアがこの利益ですね、確保,その確保したあその利益に比べて、この,おこのせ成果ですね、戦車数を含めて、この、 は、ちょっと、お、もう遅い、どんかということで、えー、この、うん、逆えー、ウクライナに、えー、 西側が十分この支援がまあ届いていますので、届き次第反撃ですね。特に航空優勢ですね。夏場以降、なかなか航空特にロシアの核爆弾ですね。また、このロシアのテルミット商談ですね。本当にそういうことを街ごとに焼き尽くしてますね。そのセブヌンドロスク、そして爆窟としてアウデディカですね。本当に 幕撃を本当に焼き尽くしてますけど、えー、今回このウクライナもその、お応じて本当に、えー、持てるこの、えー、戦力で頑張ってますねって国、このクリ,ーチャーク,リクリミア半島孤立化ですね。まあクリンキーあたり、そのあとウクライナ軍も戦線、うんえー、立て直して、えーこの、この先ですね。えー 反転攻勢、夏場ですね、特に F16 ですね、戦闘機が来ないと反撃もできないですね、この F16、またありますけど、それまでロシアの戦力を削って削って、そして、このクリミアのこの、この、後方地のあれですね、即死作戦ということで、ロシアの戦力を削って、この、 また F16 等来たらまた反転攻勢ですね前回はこの、えー、うまくいきませんでしたけど今回はまた反転攻勢で、えー、このソ連が崩壊した時のウクライナ軍の、えー、完全の主権の回復ですね、えー、この2014年にこのプーチンがこの一方的に併合したこのクリミア半島をはじめドンバス地方そして、えー、この、えー 完全なウクライナの主権の回復ですね。このチャンネルはウク,ライナウクライナを応援しています。ウクライナへコアれで,ですね。ーこのプーチンが始めたこの武力の力の力による現状変更は許すものでありません。ロシアはままくくまくるべきですね。そういう、このまた話が飛りますけど、中国の北京の先生がそういう中国ですけど、中国情報でもロシアはウクライナに勝てないということを、この。 論文を出していますので、寄稿していますので、えー、このくらいに壊れ,、ねこれえーこの、それぞれ本当に、えー、大学に届いて、また F16 ですね、国戦力、本当に対等、それが、えー、上がるぐらい、また、えー、この、 ロシア、ウクライナ、ロシアを、プーチンをこの、ウクライナから、一日も早く追い出して、ウクライナに平和ですね、ウクライナに栄光あれ、マスターとです、えー。引き続き、いろんなこの、特に近藤幸説さん、また新聞研究者のさんと、またいろんなメディアと、見ての拝聴となります。まだわずかしこの、解説、まあ、おしゃべる。 ユンタクとなってますけど、好き好きマスターとのこの YouTube チャンネル登録、コメント、いいね、ボタン等よろしくお願いいたします。えー、また、最初、今ありませんけど、学びたいというお友達を募集してますのでよろしくお願い,いします。次回のニースユンタクでお会いいたしましょう。マスターとしたら、週刊熱パッションブルズ、シャロム、シャロム、シャロム。